アイテム番号 SCP-396JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-396JP はサイト8173内の植物育成室に収容されます。施設内部の土壌は乾燥しないように、半日に一度水をまき、定期的に土の入れ替えを行います。育成室内で職員が怪我をした場合、直ちに検査を行います。SCP-396JP-1 への変化が確認された場合、その場で血清を投与します。財団外部で SCP-396JP が発見された場合、適宜にカバーストーリーを適用して撤去し、実験に使用する個体を除いて焼却処分します。SCP-396JP-1 を発見した場合は、状態に応じて血清の投与、SCP-396JP-2 の切除、終了処理のいずれかを行い、SCP-396JP-1 の関係者には記憶処理を行います。SCP-396JP を用いた実験を行う場合、レベル3以上の職員の許可を得て行います。説明、SCP-396JP は、全長約3メートルのソメイヨシノに酷似した樹木です。外見はソメイヨシノと同様ですが、枝が切断されると、枝の表皮に毒液を分泌するトゲが発生します。1その後、SCP-396JP の損傷箇所の断面から新しい枝が成長します。また、SCP-396JP は受粉及び接ぎ木では繁殖せず、SCP-396JP-1 を介して繁殖します。SCP-396JP-1 は SCP-396JP の毒が体内に回った生物です。SCP-396JP-1 は排気ガスやタバコの煙などの汚れた空気を嫌い、火を見ると強硬状態に陥ります。SCP-396JP-1 は、変化から1時間以内に損傷箇所に近い四肢の一つが麻痺します。1週間後、麻痺した箇所、以下、SCP-396JP-2 と呼称の筋肉が硬質化し、木のように変化します。1ヶ月後、SCP-396JP-2 の指が変形または増殖し、枝のような状態となります。2ヶ月後、SCP-396JP-2 に近い場所から神経及び血管が木の根のように変化します。この状態へ移行すると、SCP-396JP-1 は徘徊を行うようになります。2徘徊中の SCP-396JP-1 は SCP-396JP の生育に適した土壌を発見すると、自発的に SCP-396JP-2 の実が地上から見えるように埋まります。その後、SCP-396JP-2 は埋没した SCP-396JP-1 を肥料に SCP-396JP と同じ性質の樹木へと成長します。SCP-396JP は、剣、死にて、公園に木の根に絡まった片腕がない白骨死体が埋まっている、という警察への通報を受け、財団のエージェントが調査したところ、その存在が発覚。白骨死体は、か月間に行方不明になっていた。で、配偶者へのインタビューにより SCP-396JP 及び SCP-396JP-1 の特性が判明しました。インタビュー記録。対象の妻である。インタビュアー、エージェント。録音開始。エージェント、インタビューを開始します。今日は、3についていくらか聞きたいことがあるんです。わかりました。エージェント、3のご遺体が発見された際、右腕に異常がありました。何か心当たりはございますか？はい、主人は奇妙な病気にかかっていました。エージェント、奇妙というと一体どんな症状だったのですか？腕が動かなくなって気か何かみたいに硬くなるんです。エージェント、それはいつ頃からでしょうか？確か、月、日だったと思います。
その日は親戚と一緒に、花見に行ったんです。エージェント、その時、一体何がありましたか？酒に酔った主人が近くにあった桜の枝を折ってしまったんです。その時、木の破片が刺さったのかひどく痛がって、それから1時間もしないうちにウワンが動かなくなって。エージェント、それは枝を折った方の腕ですか？確かそうだと思います。主人は右利きでしたので。エージェント、わかりました。続けてください。その時は腕が痺れたぐらいだと思っていたんです。でも1日経っても何も変わらなかったので病院に行ったんですが、お医者様もお手上げで、腕の形が変になっていくにつれてなんだかボケたようになって、急にいなくなったと思ったら、先日の連絡が。エージェント、もうそのお話は大丈夫です。最後に聞いておきたいのですが、見た目以外の変化はありましたか？そういえば、病気になる前はよくタバコを吸っていましたけど、全く吸わなくなりました。それに火を見るとやけに怖がって。エージェント、わかりました。インタビューはこれで以上です。お疲れ様でした。録音終了。ホイ1、その後の調査で、2SCP-396JP の存在を確認。即座に撤去し焼却処分を行った。実験記録を表示。実験記録 396JP。A、目的。SCP-396JP。2の変化及び切除による SCP-396JP。1の身体異常の調査。対象。B、396JP。A、B、396JP。B、B、396JP。C、実施方法。対象者に毒を注入し、それぞれ、1週間、1ヶ月、2ヶ月が経過した時点で SCP-396JP2 を切除し断面及び人体への影響を観察する。結果、1週間が経過した時点では骨までは変化していなかったが、1ヶ月後には骨までも同様に変異し年輪のない木のようになった。1ヶ月までの時点までは、SCP-396JP2 は切除された時点で活動を停止し、対象者2人には異変は発生しなかった。しかし、2ヶ月後には、SCP-396JP2 が切除されても、血管が変化した根から SCP-396JP2 は再生し、血管の根への変化がさらに進行した。分析。2ヶ月が経った時点で SCP-396JP2 の排除は極めて困難だ。SCP-396JP のこれ以上の繁殖を許さないためにもこの時点で SCP-396JP1 に対する迅速な処理が必要だろう。実験記録 396JP B 目的 SCP-396JP2 の性質変化時期の調査対象 B 396JP C 実施方法対象の SCP-396JP2の枝の一部を切断。トゲが発生するかを調べる。結果、トゲは発生せず、断面部からの枝の成長も起こらなかった。分析。SCP-396JP2 は、少なくとも樹木へと成長しない限りは SCP-396JP と同様の特性は発生しないようだ。実験記録 396JP C 目的。SCP-396JP2 を放置した場合の SCP-396JP1 に対する影響の調査。対象 B 396JP C 実施方法対象を軟禁する。なお食事及び水分は1日に3度与える。結果実験から1ヶ月後に死亡。解剖の結果死因は心臓部の血管が根に変わったことによる心不全だと判明。SCP-396JP2 はその後も日間活動を続けていた。分析。SCP-396JP2 だけが活動していたのは SCP-396JP1 から水分を吸い取っていたからだと思われる。
このことから SCP-396-JP にはこの時点で SCP-396-JP1 とは別の生物となっていると考えられる。ほい。SCP-396-JP に対する血清は、変異から2ヶ月以上経過した SCP-396-JP1 から生成する方法以外見つかっていません。なお血清の生成のみを目的とした D ランク職員の SCP-396-JP への接触は現在許可されていませんが、実験を行った際に副次的に行う場合はその限りではありません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。